ラフが、お、いった、ナイスオン、よく頑張りました、バーディーチャンス、うわー、ナイスバーディー、くるくるしたよ、リサチン、危なかった、今日は真ん中ら辺です、ちょっと奥めです、連続バーディー頑張ります、うん、お、近い、ナイスオン、連続バーディーですね、チャンス到来、チャンス到来、ナイスパー、ピンは右ですね、キャー、ダフった、どこ行った、ナイスオン、上りのスライスです、おお、ナイスタッチ、ナイスパー、ここはティーショットが狭いとこです。何ですか？ドローですか？リサちゃんどっちが得意なの、ドローとフェード、ドローの方が得意かな、ちょっとかかりやすいから、そのままそのまま打てばいいの、そういうことをね、私たちは手でこねてやろうとする、リサちゃんは素直にライド通り打つとドローがかかるらしいです、ナイスオン、なんていうんだっけ、こういうのってピンに当ててガシャン、なんていうんだっけ、ピンに当てて、わー、わー、行っちゃった、ナイストライ、沈めまひょ、リサちゃんもフットジョイ入ってる、お揃いです、来た、ナイス、スタンスがいいよね、
タンスがいい方向いてる。ちょい左。でも問題なしです。あの辺ね、あの辺に行きました、リサちゃん。どうだ。左は池があります。ナイス。ナイス。マンラフからのアプローチ、ふわっとする。絶妙。もうちょっと行ってくれ。見ててちょっと追えなかった今ね。ナイスパー。ベストロケーションです。ぶっ放していきましょう。絵に描いたような雲ですね、今日は。青空をズームアップ、ズームダウン。最高です。大丈夫大丈夫。コンパクトに。バナナ。残った。残った。あ、いいかも。ブ？うん。パー5セカンド地点です。このホールは左の奥が NG です。リサちゃんはのコースを知り尽くしていますが、今日はね、今度は左だ。あ、本当だ。右サイドに打たないと3段目が絶対狙えない。ピン映るかな。あ、映った。ピンがあんな左にあります。右サイドギリギリじゃないと狙えません。すごい音。ナイスショー。てかほんとさ、腰切るよね。リサちゃんです。左バンカーの上にあるピンをリサちゃんは今からおそらくドローで、多分番手は9番ウッドかな。違う、7番ウッドだ。多分7番ウッドですね。7番ウッドで狙ってきます。右サイドに、おー、ピンの右ですね。ナイスです。もうちょっとこう左から行きたかったな。左から来たかった。まあしょうがない、しょうがない。ボギー、次、あ、次びっくりした。え、ボギーと思って諦めるの早くね。次、次、次、次のことを考えましょう。それ、
この間私太平洋の予選でさスタートホール8叩いたの結構パンチあるでしょ。結構ざわざわするざわざわしたんだけど、あ次次次次頑張ろうみたいな。もうねやってしまったことは仕方がないからだよね。次の策を考えればいいんです。了解です、はい、皆さん次の策を考えてゴルフをしてくださいね、はい、楽しくね楽しくね。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。